はい、どうも、皆さん、こんにちは、のじです。ということで、週末といえば、鬼滅の刃の見どころシーンまとめということで、今週はですね、鬼滅の刃、刀舵の里園第4話の見どころシーンを見ていきたいなと思っております。ということで、原作なんですけども、原作ですね、105話から107話まで行くんじゃないかなと考えております。ということで、早速見どころシーン見ていきましょう <noise> さあ、ということで、4話最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、上限の鬼、ハンテングがですね、いきなり現れますよということで、炭治郎無一郎がね、まあ、戦闘を開始するということなんですけども、いやー、ちょっとこの始まり方めちゃくちゃ好きだわ。う炭治郎とね、ま、無一郎くんが喋ってる時に急になんか、来たね、誰が来たねっていう感じで、ドア開けたらね、ハンテングがいきなりいるっていうね、いや、めちゃめちゃいい始まり方しますよね。こう こういうね、突然ね、なんか始まる感じ、マジで好きで。いや、もう本当にドキドキワクワク感というかね、う、えーん、こういうもう本当初見の方とかも、ほんとびっくりするんじゃないかなって感じなんですけども、鬼の気配とか一切なしに、あ、誰か来たのかなって思ったら、もういきなり戦闘が始まっちゃいますよと、いった、そういったね、スタートでして、いや、これちょっと嬉しいね、スタートだなぁと僕は思ってますね。いや、楽しみです。はい。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、まあ、そんな感じで戦闘がね、始まるということなんです ですけどもまの、あの呼吸死の方異竜斬りといや、これ見れんのマジで嬉しいなうーん <laughs>、いや、エフェクトとかね、どんな感じになるかっていうのもそうですしね。いや、どういったね、霞の呼吸のなんか雰囲気というかね。うーん、アニメでやっぱ描かれて初めて、まあ、こういったね、呼吸というか、まあ、技っていうのはね、あの、完成されていくものなんでね。あの、渦ずい天元の時も音の呼吸ね、アニメでものすごくかっこよかった じゃないですかまあああいう感じですね霞の呼吸もめちゃめちゃかっこよくなるんじゃないかなと思ってるんで僕は非常に楽しみですねで時と無一郎くんの初技ということで見どころがね結構ね多いねシーンとなっておりますでまあ続いてなんですけどもこちらということでえ日の神神楽8日突ということでまあ、こちらおそらく初技なんじゃないかなと思ってるんですけども炭治郎がねまぁ、あ、いきなりも火の神神楽放ちますよということでいやいいですねいやもういきなりですね戦闘バチバチですねって感じ 感じなんですけどもいや、8日突ね多分初めてだと思うんでねまあこちらも結構楽しみなシーンとねえ、なっておりますねいやいいっすね本当に戦闘シーンかっこいいっすねこの辺本当アニメで見たいねえ、そういったシーンとなっておりますねはいで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ、なんとですね時と無一郎くんがですねえ、首を切るんですけども何ですかこれはということではい上限の鬼の戦い皆さん覚えてますよねそうです一筋縄にはいきませんよということでいや 何が正解なのかわからない上限の鬼との戦い。これがやっぱり面白いんですよね。いやーちょっとね、へへへ。 <laughs> いきなり分裂ね、えー、しておりましてね。何が起きたんだって感じなんですけども、そうなんですよね。まあ、この鬼の特徴はね、まあ、ちょっと今回解説はしないんですけども、まあ、皆さん原作読んでる方だったらね、まあ、ハンテングの特徴分かってるかなと思っております。ということで、まあ、こんな感じですね。はい、続いての見どころなんですけども、赤道とカラクが分裂して登場ということでね。いやー、かっこいい。<laughs> <laughs> かっこいいですね。うん。そしてですね、まあ、この二人の鬼ね、初登場ということで、声優さんがどういった感じになるかっていうのはね、まあ、ここで初めて解禁されますよ、といったシーンとなっております。いや、おそらくなんだけど、僕の予想ではね、まあ、同じ声優さんにするんじゃないかな、と思ってるんですけどね。いや、そこどうなのかなっていうところも気になりますよね。やっぱり、あの、性格は違うんですけども、中身というか分裂した鬼なので、元では一緒だよ、ということで、まあ 同じ声優さんが別々のね、声で演じられたらめちゃめちゃ面白いなーって僕は思ってまして、いや、別々の声優さんよりも、同じ声優さんが別の雰囲気で演じることによって、ま、元では一緒なんだよといったね、ま、そういった演出ができる、ま、感じとなってるんで、ま、同じ声優さんがね、ま、担当した方が僕は面白いんじゃないかなと思ってるんですけども、場合によってはね、別々の声優さんっていうこともありえますよということで、ま、この辺の声優さん事情なんかもね、ま、すごく楽しみなシーンとなっております。で、ま、 輝度と辛くということなんですけども、もえ関、ー、戸に関してはですね。こちらの左の鬼となっておりまして、ま錫、あ、杖っていうのを使ってですね。まあ、主に雷で攻撃してくる鬼だよ。ということで、まあ、タイプなんかも全然違うんですけどもまあ、逆に右の辛くっていう鬼はですね。まあ、天狗の内輪を使ってですね。まあ、主に風で攻撃してくる鬼となっております。まあ、こんな感じで種類によって全然違うね。まあ、攻撃のタイプがありますよ。といったね。まあ、そんなところも楽しみというか見どころとなっておりますね。まあ、こんな感じで。 とカラクがねまつ、あ、いに分裂して登場ということで楽しみとなっておりますで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ、なんとですね品塚は幻夜が登場ということで参戦するんですけどもいやかっこいいいやマジで幻夜かっこいいねいやそしてですね今まで鬼殺隊ではこんな雰囲気というかこんな戦い方してるやついなかったよねということで何ですかこれはと銃を持ってるんですけどもあり <laughs> <アリ> <laughs> それありなのって感じなんですけどいや銃 銃を持っっててますすすよこれ何ですかって感じなんででか感じけど、ね、いや、この辺ね、ちょっと楽しみですね。いやー、アニメでね、やっぱ玄夜の戦いがやっと描かれてくれるかってなるとね、本当に楽しみなんですけども、いやー、ちょっとね、初見の方はここびっくりするんじゃないでしょうかね。いや、銃使うのって感じでね、まあ、そんな感じで参戦してきますよ、となっております。まあ、後々ね、玄夜については、次回あたりかな多分深く描かれてくると思うので、まあその辺でまた解説したいなと思ってます。で、続いてなんですけども、こちらということで、 えなんとですね老義と愛説がさらに分裂して登場ということでなんとですね先ほどまあ玄野が登場しておりましたけどもえ首をねえ切っちゃったことによってさらに分裂して登場しますよということで四人目まで登場しておりましたでですねこんな感じで老義に関してはですね鳥のような鬼でですね主に声を使って攻撃してくる鬼となっておりますで逆に愛説に関しては主にですね槍を使って攻撃してくる鬼 だよということでまあ、こんな感じで本当に別々のね、えー、攻撃の仕方がありますよということでまあ性格なんかも違うんですけども、まあ、ハンテングっていうのはねまあ、分裂すると面白い一面っていうのが見えてきますよとそういった鬼とね、えー、なっておりますてな感じですねまあ老義と愛説なんかも登場していやより一層ね戦闘っていうのが結構厳しくなってくるんですけどもいや本当にねここ見どころとなってますんでいや第4話めちゃめちゃ話動くねでまぁ、あ、老義と愛説もねどんな感じで声優さんが解禁されるかっていうところもね含め てて楽しみとなっておりますで、続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、なんとですね、炭治郎の言葉に感化される無一郎くんだよということで、いや、これね、ちょっと。 嬉しいんですよマジで無一郎くんがやっとねはい記憶をちょっとずつ取り戻してきてますよということなんですけどもえ炭治郎の些細な言葉によってえ感化される無一郎だよということでえ人のためにすることはめぐりめぐって自分のためになりますよといったねまあ炭治郎のセリフがねまあ無一郎くんの心を動かしますよということでえそしてですね小さな子供を助ける無一郎くんということでねいやここのシーンは本当にかっこいいマジでかっこいい最初ね小さい子供だからあとまあ にしようとね考えていた無一郎くんなんですけどもこの言葉を思い出してね助けに行きますよということでねいやちょっとこれはねなんかね無一郎くんがねなんか成長してるというか、まあ、記憶を取り戻しつつあるって言ったねまあ、そういった展開の流れとなっておりましてねいやそこは本当に僕はねなんかね気持ちいいというかねなんか炭治郎が人に影響を与えてるっていう感じがなんか本当主人公感あってめちゃめちゃいいなっていうのね本当に感じますねそういったシーンとなっておりまして僕は本当にここのシーンをね めめちゃめちゃゃ待ってますねうんアニメで、見見たたたいいいねマジでででアニメで見たいそういっっシーンとなっておりますで続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、えなんとですね、炭治郎 vs 老儀ということなんですけども、ここね、ちょっと今までにはなかった展開がありまして、なんとですね、炭治郎の決め台詞っていうのがね、ありますよということで、ちょっとね、相手の老儀がね、調子に乗ってるとですね、炭治郎がですね、お前もなということで、いや、そのセリフ返しというか、決め台詞、 セリフがありますよということでねいや震えるがいいって言ったねセリフに対してお前もなということでねいやこんな顔とセリフ今までにありましたか炭治郎から こんな言葉が出ることありました。今まで炭治郎って結構ね、弱気気味な戦い方をしていたというか、あんまり主人公ではないような戦い方をね、えしていたんですよね。まあ最終的には誰かに助けられたりとか、まあやっぱり自分一人では勝てなかったと。えそういったねえ、シーンっていうのが多かったように思えたんですけども、ここで初めて炭治郎が強気なセリフということで、いや、このね、ほんとこのシーンはね、マジでね、見たいっすね。で、こういったシーンがですね、 ジャンプらしさっていうのがねありまして僕は本当にねなんか好きですね <laughs> いやなんか主人公がやっとね本当なんか強気に出てくれるっていう感じでね僕は本当に嬉しいですねうんまあそんな感じでこのシーンはちょっとアニメでね見たいですねうん花江さんのねアフレコを添えてということでねいや楽しみですで続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということで幻夜 vs 愛説だよということでまあこちらもですねめちゃめちゃかっこいいシーンなんですけどもこれいい ですよね幻夜の決め台詞がありますよということでこちらも鳥肌となっておりますいやこれもねいいんですけどもてめえの相手は俺だろうがということでね愛説に向かってねうん強気に出るセリフとなっておりましてこちらもですねえ先ほどの炭治郎とこうするような感じのねは、まあ、シーンということでねいや非常に僕はねなんかすごい <laughs> 盛り上がってきた感じが本当嬉しいですねまあ、こういったシーンがですね今までにはあまりなかったジャンプ感 っていうのがですね、鬼滅の刃にさらに増してきて、本当に最高に嬉しいねシーンとなってますね。主人公の成長だったりとか、その周りの成長なんかをね、感じる、まあ、そういったシーンとなっておりましてね。いや、めちゃめちゃ楽しみですね。いや、最近ね、僕ですね、僕のヒーローアカデミアっていうね、まあ、アニメを見てましてね。まあ、こういったね、主人公が成長をしていく姿だったりとか、主人公が成長して強気に出るっていう場面はですね。いや、僕、非常に胸熱でね、ほんと感動したんでね。まあ、こういったシーンが。 ですね、鬼滅の刃のアニメで見れると考えるとね、まあ、非常に僕は本当に嬉しいなと思ってますねいや楽しみですわあー はい、ということですね。まあ、刀鍛冶の里編第4話の見どころはこんな感じとなっております。いやー、一気にね、話が動きましたね。いや、戦闘シーンとかマジで楽しみだね。うーん、アニメーションでここ見れるって考えると、もうそれはそれで嬉しいし、で、それでいて、内容っていうのも非常になんかジャンプらしさがあって、スッキリするというか、なんか気持ちのいい戦闘だなーっていうことでね。なんか、今までやっぱ柱がいたから、それに頼っていたんだけども、無一路 君が全然違う方向に飛ばされちゃったことによってまあ、それぞれが自分の敵と戦うで主人公が今までにはない強気な動きでまあ、攻撃していったりまあ、強気なセリフだったりまあ、顔つきだったりねまあ、そういった部分があまり遊惑編だったりとか無限列車編では感じられなかったね部分となってるんでねまあ、刀鍛冶の里編見どころがないように見えてまあ、ありますよということでねまあ、やっぱり決めつなばね面白いですねまあ、そんな感じでこれ踏まえた上でぜひぜひ原作も 持ってる方はねまあ、読んでみてください、えー、105話から107話までちょっと厳選してみていきましたはいということで,ですねまあ、この動画良かったという方はねまあ、高評価そしてチャンネル登録コメントなんかもぜひぜひよろしくお願いします、えー、次回はですね第5話ということでまあ、原作でいうところの108話から、まあ、110話ぐらいまで行くんじゃないかなと考えておりますてな感じでまた次回の動画でお会いしましょう,う <laughs>